ザ・レート・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベアはアメリカ CBS で2015年9月8日から放送されている深夜トーク番組。2014年にレート・ショー・ウィズ・デイビッド・レターマンにて司会のデイビッド・レターマンが2015年春で引退すると表明したため CBS は公認の司会者を模索。同年4月10日、スティーブン・コルベアが司会者として5年契約を交わした。基本的に ニューヨークのエドサリバンシアターで夕方に収録し、深夜に放送するつまみって出し方式を採用している。2015年9月8日の初回放送には、ジョージ・クルーニーとジェブ・ブッシュがゲストとして出演。2016年2月7日は、第50回スーパーボール後の生放送で、ティナ・フェー、マーゴット・ロビー、ウィル・フェレル、メジン・ケリーがゲスト出演した。 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年3月から特設スタジオでの無観客収録に切り替えていたが、ワクチン接種率が上昇していることを受け、2021年6月14日、放送分からスタジオにワクチン接種済みの観客を入れた上で収録を行うことを、同年5月に CBS が発表した。ありがとうございます。